はい、皆さんこんばんは、吉村です。今回ですね、玉見つでの、天元玉見つでの G5 だね。で、すべての大型モンスターの使用、最初が陣容が、次が玉見つで、その次が天元玉見つで、あ、煙玉一応持っていこうかな。あの、初見なんで、何がどうなっていくかわかんないから、一応煙玉持っていこう。多分またランダム出現じゃねえのかな。うん、ここどこ？あ、え、ここあれじゃん。天妻ヶ土のステージじゃん。あ、いないな、陣容がぼっちか。ぼっちじゃ、普通にやっちゃっていいのかな。で、お久しぶりのブレイブダッシュですね。いや、もうなんか、メイン武器って言ってたのにもう全く使ってないっていうね。これはチャージ来るな。チャージが来るんで、来ない！あっぶね。チャージじゃなかったわ。チャージってどういうモーションだっけ。はい、まあまあまあ、落ち着いて落ち着いて。落ち着いて、後ろ足か前足で。これチャージする気ないな。この陣容がチャージする気全くないぞ。はいはいはい。やっぱブレイブはやりやすいな。まあ、無理やり攻撃してもさ、脳頭で結構脳頭継続で結局避けられるからさ、なんか異常なまでの安心感があるよね。はいはい。さあ、で村食いでね、カウンターをひたすら練習してるんで、今カウンターはもう多分いろんなモンスターに使えるんじゃないかな。玉三つは無理だわ。玉三つねは無理。玉三つねは言葉ちょっと覚えられてないんで、カウンターしやすいやつもないしな。一つだけあるか、天元のなんかタックルみたいな。あれだけはやりやすいけど、これすげえ簡単に終わるぞ。チャージしないまま。チャージしないまま終わるぞ、これ大丈夫か、陣容が。お前の面目、丸潰れたぞ、大丈夫？あ、ブレイブ体験。みんなブレイブか。タピオ以外みんなブレイブだ。はい、はい。あれ？ん？あの体験ブレイブだよな。はい。はい。はい。顔面にこれ当たるか？はい。はい。当たんねえわ。これもうすぐ死んじゃいそうだけど大丈夫これ。え？あ、うん、固まった。まあまあ、固まったけど、まあ、オッケーオッケーオッケー。勝ったね。さあ、玉ミスですね。あー、方向カウンターしようとしたけど、ナイス、小玉。はい。玉ミスは方向はカウントできるね。カウンターだ、カウントじゃねえよ。はい。さらに、スイ、くしゃ！なんでそこで頭壊れちゃうねん。はいはい。まあ玉三つでもすぐ終わるでしょ。うん、天元はね割と強いけど、こっちの玉三つではまあ普通の玉三つなんでね。うん、なんかもうなんか玉なんで、さすがに大丈夫。玉は扱い慣れてるんでね。まあ大抵男は玉は扱い慣れてるじゃん。それ完全にそれなんで。はいはいはい。危ない。ほんと玉三つでこのボタン覚えらんねえ。なんでこんな覚えらんないんだろう。あとね、ラスボスも覚えらんない。あの骨格って今までいなかったじゃん。骨格いなかったよね、あれ。あれ、初骨格だよね、骨格は。あれがね、覚えらんねんだよな、何回やっても。玉三つねは同じ、玉三つねなんだっけ？玉三つねは、あれ、玉三つねって何しようだ、これ。まあ、いや、なんでも。はい、はい。覚えらんねんだよ。骨格は同じでも、こいつの場合は、なんだろうな。なんかトリッキーだから覚えにくいんかな。尻尾は俺が切るか。尻尾は俺が切る。はい、あ、切れた。早いわ、さすがに早いわ。ナイスセミ。うん、玉三つでも余裕っぽいですね。やっぱ天元からが本番だな。はいはい。ちょっとやばいかも。あかん、危ねえ。これブレスか。ブレスじゃないな。あきら、まあ、ジンは消えた。あ、ジンは消えちゃった。そう、あの消えんの結構早いからね、すぐ吐き取んないとすぐ行っちゃうね。はいはいはい。これ顔面いける？無理だよな。オッケーオッケー。ナイスの音。よく性欲を抑えたよ今。行きたかったけど性欲を抑えたからね、完全に。はい、カウンター。はいはいはい。あ、全然余裕だな。さあ、消えたぞ。そしたら円月もやっちゃうか。円月やっちゃって、赤赤、そう、こいつは気づくと方向とかじゃなくて、なんか周りにばらまくんだよね、こうやって。風船じゃねえよ。風船ってやばいだろ。合わねえ。あ、怒っ、あ、それから方向くんのか。なるほどね。一応これもう6回目ぐらいなんだよね。初見じゃなくて、初見か。一発目のレベル G1。違う、5回目か。で、G2、G3、G4、G5 だから5回目だね。これがかなり威力強い技ですね。なんか、こいつが、地面に技じゃない、泡を張ってやる技は結構威力が高いって感じかな。もう一個プレスみたいな技があるんだよね。はいはいはい。
ナイスバキ、いつの間に。はいはいはい、ここはやるか。あー、やっぱ取りすぎちゃう。あーかー、横向いて横向いてせい。はいはいはい、オッケー。ノート継続して、やべえやべえ、あっぶれ。あれも威力やばいよね。あれは GQ モーションですね、玉三つねの。あ、これこれこれ、下に泡がパッってなって、パッってなって、使ってくれる方強いんだよね。危ない危ない。なんかカウンターしたいけどね、カウンターできる技がねえな俺こいつで。プレスぐらいなら、プレスぐらいならいけるけど、そのプレスあんまやってくれんだよな。はい、ナイス取り。これはもういけちゃいそうだな。玉三つで頭すっごい柔らかいし、頭切ってりゃ、まあ、尻尾も破壊したいね。痛ーい。ちょっと待って、鬼神ゲージが、鬼神ゲージが、鬼神ゲージが土幻戦といかん、鬼神ゲージを土幻戦といかん。オッケー、いいぜ、ナイス。尻尾いこう、尻尾。はい、あ、尻尾も柔らかい。これ頭と尻尾どっち、いや頭の方が柔らかいか、さすがに。でもこれかなり柔らかいよな。はいはい、全然当たってない、よし、全然当たってない、全然当たってない、危ない危ない。はいはい、あれまだ1段階も壊れてない。尻尾、尻尾ってあれだよね、2段階だよね確か。はい、あ、これは危ない危ない。下に泡がパッてなったらもうパッと突進してくるんで、タックルしてこないな、タックルじゃねえわ、プレスしてこないな。やばい、泡だこれ、危ねえ。はい、よし、切るぞ尻尾、これできる。はい、1OK。 この HP みんなちょっと微妙で危ないね。この微妙な HP がね、2つだと命取りなんで、なんか気づいたらね、すぐ粉塵飲むように心がけると、食えこれだ。あ、やばい、これ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 だけカウンターできるって言ったけど、普通に食らったね普通に食らったわ。ありがとうみんな危ない危ない、顔面顔面顔面、あれくらいと吹き飛ぶんだよね。で、やけどならやかげ、やけど状態になるっていうね。あれは水属性扱いなのか、それとも火属性扱いなのか、そこが分かんねえよな。多分水だと思うんだけどね。はいはい、オッケー、顔面これだ。円月やって、ナイス旅よ、円月やって、はい、これはこっち向いてこっちに、はい、オッケー、下がっての、さらに、はいはい、さらに水、オッケー。アップね、タックルね、あれが。やばい、ブレイブ切れる、ブレイブ切れる前にもうちょっと、もうちょっと爪痕を残す、爪痕を残す。危ない危ない、アップね、奇跡に当たんなかった。みんな避けてるな。はい、あれ結構出会、あ、いや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 、